いやちょっとラジオですので今日もやっていくんですけど、今日はね、はい、ジャイですね。で7000いったんですよね。はい、ってことでね、結構ね、今90位なんですけど、はい、で結構ねいい感じだったですね。でね、なんかペッカとかがね、やっぱ一見ジャイなんで、ペッカとかあとボーラーとかね、ボーラーバルーンは間違いなくきついんですけど、このデッキかな、一番きついと思うのは、うん、このデッキですね。なんですけど、他にはね、結構相性いい。やっぱ、このデッキ見てください、俺の。まず3スペだから枯渇系には強いでしょ。で、ジャイだから、まあ、クロスに負けちゃったんですけど、クロスにも強いです。俺がね、ちょっと下手くそで負けちゃったんですけど、で、ネクネクなんでね、ポイズン系にもね、全然強い。で、小屋系にも、オーブンとかにもポイズンなんで、全然立ち回れるんですね。で、エリポンとかでもね、ディガーで立ち回れるんで、で、ネクネクはね、なんといっても強いんですよ。もう相手がスペルなんでもね、まあ、言ったらライトニングがね、ちょっときつい。そう、ポイズンがきつそうに見えるんですけど、実はね、ライトニングとかきついですね。そう。なんで、まあ、そういう相手にはでもね、ほぼのデッキに、ね、対して、立ち回れるっていうね、もう皆さんが大好きなやつです。もう、自分の PS 次第でどうにでもなるっていうね。デッキなんでね、多分レベルとか足りてなくてもね、結構ね、ネクネク自体が強いんで、ネクネクトリトンで、トリトンに関してはマジでレベルそんな関係ないんで、結構ね、そんなレベルに依存しないで使えるんじゃないかなっていう、ね、感じはする。うん、マックスだからね、マックスの俺が言うのもなんですけど、ね、まあ、ペッカとかに比べるとって話ですね。はい、っていう感じで今からね、生マルチいきたいと思います。まあ、ペッカとかに対してもね、結構ね、ダクネに相手によって、そのなんだろう、ダクネが生きるパターンとネクロが生きるパターンあるんですよ。例えば相手がザップとかがなかったら、ダクネの後のコウモリがいけるんで、先にねネクロに対してポイズンを打たせて、ね、ネクロを先に出してポイズン打たせて、ジャイの後ろにダクネをつけて、コウモリ無双するとか、逆にそういうなんだろう、ペッカとか相手だったら先にダクネ出して、ダクネにポイズン出してネクロでね、両サイ受けてカウンターするとかね、まあそういう感じですね。うん、なんで結構そうですね、いい感じですね。で、メガナイト出るからもね、トリトンで引っ張ったりして結構いい感じに立ち回れるんで、そんな感じで生マルチやりたいと思います。もう今日こそは勝ち越す。今日こそは絶対勝ち越す。もうね、いつも負けちゃうんで、ね、動画で。そう。前さ、俺さ、生マルチで、ベンザーとかに3連続で当たったやつあったじゃないですか。あれで、動画とかでね、いやなんか、ちょっと言い訳すんねやみたいに。ええやんって思って、ええやんってもう言い訳すんねやってめっちゃ言われたから、はい。はいと思ってね、今日は言い訳せずに頑張りたいと思います。そうね、言い訳ええやんって許してって思うんだけど、ね、全然マッチングしない。言って90位だからそんなにね高いわけじゃないんで、すぐパン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 マッチングすると思うんですけどね。ちょっと今潜ってる人少ないから、寝てるのかもしれないですね。今学生が寝てるのかもしれないです。今11時20分なんですけど、そろそろ寝だして、あーもうちょっと YouTube 見てから寝ようかなぐらい、あるあるですね。あれあれだよね。俺もそんな感じだったね。だいたい11時ぐらいに終わって、12時ぐらいまで、漫画読んだり、YouTube 見たりして、寝るみたいなね。はい。って感じで、韓国語なんで、ね、韓国人の人はめっちゃスキャラが多いんですよ。本当に。これ冗談抜きで。なんですけど、ディガーがあるんで、いや、その位置トルネで座れる位置なのにいいんですか。ディガーでしょ？ディガー切ったんで、決断しちゃいます。ドン。これね、ディガーとかホグとか切った後にね、どんどん決断しちゃっていいですね。で、ネクロで言ったら、ああ、はいはい。で、これで、相手ね、このテンプレ、ボムタワー、ディガー、マジアチャのウォールブレイカーなんですけど、ネクロをね、遠目に出すのが大事ですね。ボムタワーと巻き込まれないんで。で、これがもし、スケ型だった場合に、めちゃくちゃいいですね。で、これで、あ、スケ型なんで、これ、コウモリにザップ打っちゃえば、もうあれですね。めちゃくちゃいい。まず、スケ型って判明した時点で、あれがないんですよ。ポイズンがないんで、これの受けもめちゃくちゃ大変だと思うけどね、相手。はいはいはい。これ、キングキドできるな。よいしょ。でもし来たら、ダクネウッドで。ディガープラスで来たら、ダクネウッドでできますね。で、これ起動したんで、多分、ディガー来るとしたら、ここですね。なんで、ダクネはここじゃなくて、外側ですね。で、ダクネから展開していく感じですね。そんでもって、ディガーが来そうなんですよね。よいしょ。ディガーウェブ。うわ、最悪だ。これポイズン打ちます。で、これコウモリにザップ。で、ここで大事なのが、タワーのタゲを変えないことですね。ポイズンで、コウモリ無双するんですよ、ここで。あー、一発、センキュー。OK。ここで、はい。ね、よいしょ。
オッケー。でこれでまたネクロ、あ、じゃあなんかが来るので、よいしょ、オッケー。これね、ジャイつけます。このね、ダクネのミリ残りがねめちゃくちゃ強いんですよね。こうポイズンでマジャイちゃんにはポイズン打って、あとはコウモリ無双してくれるんで、数体生き残るんですよ、コウモリが。これが強いんですね。この1体が、1体がいい味出るんですね。よいしょ、 OK。 でここは1回待ちます。ちょっとね、スペルとか切っちゃった後なんで、こう攻めると次カウンターで死んじゃうんですよね。なんで1回待ってからディガーぐらいを飛ばしてあげます。よいしょ。これ地味にコウモリディガーの形ができるんで強いかな。でこれポイズンないんで、ネクロから組み立ててあげて、でこの壊れそうなね、ボムタワーとかにジャイをつけてあげるとね、結構いいっす。で引っ張って、おや、それやってるのだ。これ先に多分スケで拾われるんで、おや、これもうこれにザップ打っちゃえば、よしいいよ、めちゃくちゃいいよ。これコウモリがね、いい味出すんですよ。で、これディガー来てもいい。ちょっと低めトリトン。で、これでマジャイちゃんも受けれるので。よいしょ。なんでー、やばい、受けすぎ。やばい。マジでぶち抜きすぎだろ、あれ。くそ、最悪だ、もう、また負けた、もう、くぅ。ああ。ふぅ。まあね、心温まってしまってはね、勝てる試合を逃してしまって、こう、切り替えていきましょう、切り替えて。ああ。ちょっとね、ふぅ、気持ちを落ち着かして。いやー、マジか、今の勝ちたかった。ちょっと相性いいっすね、多分今の。相手がね、ポイズン型じゃなかったらなおさらね、ダクネとかが止まんないんでね、ダクネネクロの形を作ってトリトンまで組めればよかったんですけど、相手もやっぱちょっと揺さぶってきてね、そこまでがっつり組めなかったですね。ネクネク組んでトリトンまでつけちゃうと多分バルキリーも引っ張れるんでね、アチアチな感じだったんですけど、いやー、勝ちたかった、今の悔しいなー。でもね、マジャチの位置がね、いやらしいんですよね、相手。そう、ね、ポイズン打たないと消えない位置にいるから、ディガー当てれないんですよね。逆線にマジャチ置かれると。で、ポイズン打ってもいいんですけど、なかなかね、やっぱ打っちゃうと、その分、なんだろう、攻めで、なんだろうな。本当は、ディガーウッドとかで消せれば、ね、そのままディガーが生きるんですけど、ポイズン打っちゃうと、やっぱディガーを出すのが遅れちゃったりしてね、あんまダメージ稼げなかったりして、ね、絶対にポイズン打たせるマジャチって感じで、結構相手のマジャチは良かったですね。ギャリージャイアント、この人はねジャイアント使いなんですけど、ジャイアントじゃなくてね、バルーン使ってた記憶あんだよな。なんでとりあえずウッドを転がしていき、反応なし、キョスケじゃなかった気がするんで、ケツソリトンかな。えい、勇気のケツソリトン、これキョスケ来たらマジ無事切れます。とりあえず OKOKで、多分バルーンだった気がするんだよ。なんでネクロ出しの。で、これでもし、あれが来たら、ランバー来たら、ジャイで逆釣りして。いやー、これタルババ来るよな、多分。オッケー、来た。いや、待て、頼む。ネクロ残る、隙分け。くっそ。ちょっと待って、これコウモリが生きるから、よいしょ。いや、めっちゃいい。これをトリトンだけでしばいて、さすがにバルーン出すエリはないと思うんだよね。あったらマジ終わりなんですけどね、多分ない。あれは4エリで出した速さだったから。うわー、ちょっとこっちがエリないの知ってて出してきたな、マジでいやらしいな。これ2発からな、フリーズまで撃たれたらワンパンされるけど、まあ、そこまでは撃たないでしょうって感じで。いや、きついなー、それ。そう、もうさっきね、言ったじゃん、俺。バルーンが一番きついよって。バルーンがね、そもそもちょいきつなんですよ。
で、このね、ボーラー取るのがね、マジ厄介なんですよね。ジャイ使う上で。どうすっかな、これ。これは、言ったらまだ受けたくないんで、ジャイ受けします。ジャイ受けをして、多分、これそう、インドラが来るんで、これはもうしゃーないとして、よいしょ。ディガーで削っていきます。で、一回こっちにはザップかな。で、ポイザン。で、これ、ここら辺もね、多分溶かせると思うんで。いやー、全然ダメージ稼げない。いやー、無理だな。これは溶けちゃうんで、あ、まあでもインドラが死んだんで、ここはね、美味しいですね。で、これ陸が多分1枚しかないんで、ボーラ引っ張ります。よいしょ。で、下の位置にティガー。OK、めちゃくちゃいいザップ。これでさすがに落ちるでしょ。これで落ちなかったらマジもう、打ち切り案件ですからね。OK、OK、OK。これいけそうだな、普通に。やりすぎか？オッケーオッケーオッケー、フリーズまで引き出した。これは美味しい、これは美味しい。ワンチャントレーナーで逆サイ剥がされてバルーンないか。これでボーラーとか引き出せれば逆サイ、オッケーオッケー。これ陸が空いてないと思うんで、ここでフリーズも使えないんで、これトリトンが刺さるんですよね。オッケー、いいよいいよ、いけ、やばい、ちょっと攻めすぎた攻めすぎた攻めすぎた、さえ、やばいやばいやばい、やめて。これあれ来る、バルーンが来る、バルーンが来る、バルーンが来るんで、このねランバーを逆サイについたいんですよね。よいしょ、はいはいはい。でこのダクネをこの生成コウモリだけでどうにかどうにかこうにかどうにかこうにかしていきたいが、うわーめっちゃ残ってる、厄介厄介、めちゃくちゃ厄介。ちょ、やばい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 、やばい、ユニット溜まりすぎじゃない。やばいやばいやばい。 OK、 これ歩く、オッケーオッケーオッケー、これフリーズしかない、フリーズしかない、いけいけ、殴れ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 、よし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 、こけーこけって感じでね。いやー、よし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 、いい感じいい感じいい感じ、いやーしゃよっしゃ。いや、めっちゃ耐えたわ。めっちゃ耐えた、マジで。あぶねえ。あそこそう、あのね、逆サイ、ディガーをね、フル持ちすると、だいたい、800後半ぐらいだっけな、確か。800後半ぐらい入るんですよね。そうなんで、あの位置は逆サイから受けない位置のディガーだったんで、ちょっと焦りすぎてね、2マスぐらい外側にずれちゃったんですけど、あの最後にキングに飛ばしたディガーですね。あれを無視すると、相手は、ポイズンウッドザップの呪文圏内入ったら死ぬんでね。バルーンあそこは飛ばしたかったけど、相手はランバー出さざるを得ないって感じでね。そう、あそこは陸、空2枚切ってたんでね。適当に抑えてってこともできなかったんで、攻撃にナンバー使えなくなるから、あのディガーはねめちゃくちゃ良かったですね。ラストいきますよ、頼む、負けたらもう一戦いきます、頼む頼むから頼むから、ちょっと相性いいの来てくれ、ちょっと相性いい、しかもちょっと相性悪く見えるようなペッカとか来てくれればな、ちょっと、あ、これペッカかーって言いながら、ちょっと相性いいこのジャイネクネクで勝てるんですけどね。ペッカかー、これきついなーとか言いながら勝ちたいなー、ちょっと欲が出ちゃう、欲が。全然1分30秒。全然マッチングしないですね。いやー、ちょなー。バルーンかーって言いながら。で、バルーン勝てたなー、また。いや、相性いいわけはないんだけどね、間違いなく。間違いなくいいわけはないんだけど、相手が多分ね、同じ、なんだろう。もう相手が本当に極めてたら多分無理なんですよ、絶対。もうどう考えても、ね。OK、来た7120、これめっちゃもらえる、トロじゃ、あ、じゃじゃない、ザ・アカツキじゃっていう、まあ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 、ギガーよろしく、これ、ね、よろしくとか言ってる間にウォールブレイカー飛ばしてくる作戦ですね、これ。あ、そんなこすいことは、ね、俺ぐらいしかしないですね。とりあえずギガージャイをね、やっぱ手元に残したいですね。いやー、ガンマチャーからの、ガンマチャーからの、それはちょっと渋みが過ぎますね。ガンマチからのね、ネクロはね、ちょっとだるいな、さすがに。いやー。オッケーオッケーオッケー。これ、自陣入ってきてくれるんだったら、全然ジャイ組めるな、これ。
待って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 、あ、終わったこれやばい、ちょっと待って、さすがに、デクロも死んだ、最悪なんだけど、ちょっと待って、この試合マジで、あ、でもこれ待って、起動されない、この試合は起動されません、イエイ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 、逆サイ、よし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 、ディガー、よいしょ、これ待って、いや待って、これ待って待って待って、ジャイでね、いた気がするんだよな、これ。このデッキ。いや、ワンチャン、これあれだわ。エリゴレかも。エリゴレかもしんない。リーグで当たらないエリゴレ。ああ、ですよね。でも俺、ノーダメキング起動しちゃうからね。よいしょ。で、ポイズン。で、後で、ウッド打ちまーす。よいしょー。はい。OK。で、まあ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 、これも引っ張ってくれるんだよな、こいつ。優秀かよ。好き。うん、高めにメクロ出して、ここにポジション打たせて、はい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 、これエリゴレ、まあ来てもね、キングリードしてるんで逆サイ連れてっちゃえばいいんで、マジこれ来んの、もしかして、あー、これあれだ、はい、ポジション来るやつですね、知ってる知ってる、分かっちゃうんだよな、え、来ないの？ネクロ、いやー、これでもディガー飛ばさんとな、さすがに稼げないもん、ダメージ、これちょ、こいつ飛ばしたい、いやー、これ引っ張れるかな、ちゃんと不安っすね、ちょっと、あ、ウッド当たんねえし、やばいやばい、トントン、耐えろ耐えろ、残り12秒、ポイズン打って、これワンチャン足りない、相手来た来た、やったー、今日は勝ちました、来ました、はい、ってことですね、結構大人もらったよ今回、37ってことで7070ですね、まあそこ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 ですね、ありがとうございます、はい、ということでですね、ギリギリあのデズネのジョーカーをね応援してくれました、うん、待って、うん、待って、ちょっと気持ちいいんで、気持ちいいで、俺ね、もうクランチャットにこれしか打たないんで、これだけ、これ打っとけばなんとかなるんで、皆さんも打ちましょう、はい、って感じでね、めっちゃ、ちょ待って、この体のマルチで勝ったの久しぶりじゃない、俺勝ち越したの、はい、って感じなんですけどね、今日はね、いい感じに勝ち越せましたね、また、また、昨日すいません、あのね、動画の投稿ね、あの、できなかったんですけど、本当、ごめんなさい、マジ、土下座してます、今。あれなんですけどね、また、明日からもちゃんと、あ、でも明日試合か。明日ももしかしたら、もしかしたら投稿できないかもしれないです。なんで明日、ちょっと遅かったら、寝ちゃってください。なんですけどね、まあ、ちゃんと明後日からね、毎日また出し始めると思うんでね、明日も運良ければ出します。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、もしよければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。